横浜市立田中学校は神奈川県横浜市緑区長津田にある公立中学校1947年に開校した現在では生徒数は1000名近くおり1年生が8学級2年生が9学級3年生が8学級となっていて横浜市内ではマンモス校である伝蘭という名は三村合併の時女長津田の伝統 奈良の名とを取り、ンナの地名が作られたと言われている。かつての棚地域という歴史的名称から、進学生準備委員会にて、ンナ中学校と命名された。この地域唯一の中学校として開校し、かつては奈良中学校、青葉大中学校区も通学区域だったが、現在は長津田小学校、長津田第二小学校、いぶき屋小学校区からなる、青葉区温田町。 田町、赤根台及び緑区長津田、長津田町、伊吹や長津田南台を校区に持つ。生徒数に対して敷地が狭いことから長津田南台の開発などによりこれ以上生徒数が増加すると物理的に飽和状態となってしまうことが懸念されている。天那中学校の課題規模化及び奈良中学校の大規模化への対策として 2011年4月開校を目指して、赤根台に中学校を新設することになり、横浜市立赤根台中学校として2011年4月に予定通り開校した。赤根台中学校の通学区域は、奈良の岡小学校区と田名小学校区のそれぞれ一部である。しかし、長津田南大方面の生徒が増加するのであれば、当該地域に新設校を設置すべきとの意見もある。 2012年4月現在、長津田駅前再開発によるタワーマンション、長津田南台のさらなる開発によって、年々生徒は増加していく傾向である。2005年度からの学区撤廃以前は、横浜北部学区に属していた。上位層は、川和高校への進学が多く、毎年2桁の進学者を出している。また、霧ヶ丘高校への進学者も多い。ありがとうございます。